知らないとしくじる AV の落とし穴について授業してもらいましょう。まず最初に、日本では毎月どれくらいの AV 作品が発売されてと思いますか、高見さん。毎月1000。1000。そんなもんじゃないでしょ。そんなもんじゃないと思うか。どれくらいだと思います、吉村さん。なんですかね、一時期この新作が出ましたよっていう時にこうメールが来るようなシステムにしてたんですけど、アラーム、はい、もうそれだけで携帯の充電がなくなるんじゃないかってぐらい電波出てきたんで、なりっぱなし、なりっぱなし、そんなにババ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 すごいと思いますよ。多い時には一月にこれだけの作品が発売されてます。次のページ、約2000本です。2000、やっぱり倍だ。しかも DVD だけです。で毎月およそ2000本、これベスト版や総集編とか配信だとか含めると4000から5000。そうですよね、やっぱベスト版も多いもんな。ベスト版多いもん今、ね、多いですよね。もうこすってこすって、そうね、大手アダルト配信サイトファンザに登録されている AV メーカーだけでも4500以上、メーカーがメーカーで4500円です。いや、それはすごいよ。毎月1本出して4500本になっちゃいますから。いや、人手不足が続いている業界でもあるということです。そうか、なるほど。隣のページに主なメーカーが、いやすごい、これ大手だよこれ。全部ね、うん、知ってますか、馴染みあるメーカーとか。私はキラキラです。すいません、キラキラギャルモノですね。キラキラギャルモノ、ギャルモノ、いや、キラキラ楽しいですよね。私はでもプレステージがもうすごい好きよね、はい、いいですよね、綺麗に撮る、はい、パッケージをきれいに撮る、はい、あの私昔、はい、SOD の高橋がなりさん、はいはい、からなんかあの事務所にご連絡いただいて、はい、なんか新中野の本社に呼ばれて、はいはいはい、行かしてもらったら、なんかその AV の前にお笑いコーナーを作るから、そこで毎月10本新ネタを下ろしてほしいって言われて、まあ、丁重にお断りしたんですけど。なんでそんなビッグビジネスなのそれ。おい、でもなんか優しい方で、その後単独ライブやるって言ったらお花を送ってくださって、おめでとうございます、高橋がなみたいな。でも来る人来る人全員私がデビューすると確かに芸風もね相まって。そんな AV 作品の1本の予算ですが、まあ、僕の経験から言うとマックスでこれぐらいのお金がかけられてるそうです。次のページ、AV 作品1本のマックス予算は約3000万円。すごいな、この業界。これどうですか、テレビの予算と比べて。ゴールデン、ね、なかなか。確かにゴールデンですね、まあ、とにかくたくさんのお金の人が関わっているのが AV 作品だということで、隣のページにスケールの大きな作品例があります。地上20メートルでクレーンを使った空中ファックっていう。空中、はい、空中 AV 発射したらそこからバンジーですからね。これこそ SOD じゃないですか。そうです、そうですよね、はい、アクリルで作ったベッドみたいなのがクレーンで上げられて、そこで発射したらバンジーするっていう。そういうの多い、あるじゃないですか、たまに、はい、男性は興奮するんですか、そのシチュエーションに。楽しんで見る人もいる、バラエティ要素で。そうですね、ハハ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 。それもっとその女優さん、いわゆるこうちょっと素人っぽいこの方とか、はい、そういった作品はもっと低予算ですか。ミニマムだとまあ50万ぐらいで作られるものもあるそうです。そっちもいいですよね、はい、意外とそっちの方が澤部は手作り感が好きだったり。なんかもう本当にちょっと画質荒いみたいのも、うんうんうん、はい、なんかちょっとこっちからうわーってわかりますっていう素人っぽい考えられてないハメ撮りの画角とか、とか、はいはい、ちょっと中心なのに置いたはずなのにずれててね。そう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 、ちょっと変なとこ撮ってるみたいだね。ちょっと覗い見えねえかなみたいな。そこの辺、あ、ごめんなさい。息投稿すんね、待ち合い室で。先ほど、すいません。大丈夫ですか。僕詰めない。詰め切って。ミナモさんは何かこう手が込んでるなと思った作品なんかありましたか。そのデビュー作、私のデビュー作が、はい、なんか宇宙をイメージして作ろうっていう感じで、うん、ちょっとプラネタリウムみたいで、こうなんか空中にいろんな丸いものがこう吊るされててみたいな、そういうセットを作っていただいたんですよ。やっぱ宇宙もので出てくる男優さんは火星だったりするんですよ。素晴らしい、さすが。安心して3級入れる。3級入らせてた。うまい、さすがです。まだ狙ってるでしょ、高橋がなりさんの。
そっから先今からでもね、いけるじゃないですか。そうですね、3級開けたらちょっと、はい、考えさせていただきます、ね、隣のページに AV 作品を作る際の組織図があります。プロデューサー監督脚本家 AP 社員 AD フリー AD カメラマン照明ヘアメイクスタイリストパッケージ班広報すごい そりゃそうだよ大人数だ。このね AD さんの中にもスーパー AD という役職があるんですね。フリーの AD さんです。スーパー AD業に特化してるんで、もう40、50超えてる方もいる。でそのスーパー AD さんは一現場のギャラ4万円ほどなんで、もう月100万円ぐらい稼いじゃう。うわ、すごい。もうそれだけ年収が1000万超えるっていう。スーパーですよね。いやスーパー。スーパーです。勘とかがいいんですか。なんか今これが必要とか。そうなんですよ。どうやったらそのスーパー AD という地位になるのかというのも後ほど説明させてください。いや全部教えてくれるじゃん。いや全部教えてくれるじゃん。ね、どこ就職してもいいように今日全部網羅しました。助かります。夢がある。ここからは実際の AV 制作の流れを追いながらどんな落とし穴が潜んでいるのか学んでいきましょう。この動画の続きはアベマで。最新作は無料。さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちら。